北海道道215号エ差市停車場線は、北海道檜山組エ差市町内を結ぶ、一般道道である。当初の路線は2車線ではあったものの、車線の幅が6から7メートルと、大型車同士のすれ違いが難しいほど狭い上に、歩道がなく、特に当初の路線であった、通称、霧石坂が切り立った斜面の上に作られた急勾配、かつ狭いな道路となっていた。また、 当路線が商店街の中心を形成する新地町、本町、橋本町を通過し、かつ、沿線付近に、餌市幼稚園、餌市小学校、餌市中学校があり、園児、児童、生徒の通園、通学路となっていたほか、函館バス路線であることもあって、商店街づくりとしても重要な路線であることから、特に歩道の設置が望まれ、1972年から、 エサ市長都市計画審議会などの意見を聞き、エサ市長における都市計画外路事業の一環として、原動拡幅を北海道側に要請していた。以上の点から、1979年により、車道9メートル、歩道1.5メートルを両側に設けた、福音12メートルに拡幅する計画により、路線改良工事が開始され、1987年までに、 起点から橋本町までの区間において、順次行われた。また、前述の山頂を通過する区間においては、沿線の商店が協力し、江差市町と江差市商工会が主導して、江差市町商業近代化推進協議会が設置され、この部分についてはさらに歩道部分を各1メートル、増加した、車道9メートル、歩道2.5メートルの計画となった。 残りの終点までの区間において、これまでの道路である、麒石坂については、都市計画外路の基準にあった改良が難しいという問題があったことで、検討の結果、先の起点橋本長官の二航区改良を先行して行い、残る終点までの区間は、麒石坂に変えて、勾配を緩やかなものとした、設計の振動を道坂の山側部分に計画することとなり、 斜面切削及び横壁新設を伴う大規模な工事が行われた。また、当時の北海道道5号エサ式庫内線交点から国道228号に至る部分も、長道から遺憾の上で、拡幅整備が行われ、1999年に全線が完成した。北海道道215号エサ式停車乗船。 北前坂北前坂と北前船が描かれた、洋壁北前坂途中の休憩広場、前景休憩広場内、北前坂、関新道の坂は、公募によって、北前坂と名付けられた。また、北前坂の途中に設けられたあずま屋やベンチを備えた、休憩広場には、1986年に、江差市に寄港した復元北前船、新越丸の高校途中で、 その各気候地から贈呈された気候地を代表する石をあしらった石碑が作られている。ありがとうございます。